モンキーフリップサルチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日はモンキーフリップロスの店長高橋がおすすめのアイテムを紹介させていただきます。今日紹介するのはこちら、モンキーフリップで交換できるおすすめカラーレンズを紹介させていただきます。モンキーフリップではお好きなフレームにお好きなカラーレンズを交換することができます。そのカラーレンズ結構種類があるんで、今日はちょっと数を絞って紹介していきたいと思います。最近のマスク生活でカラーレンズ濃いと怪しくなっちゃうので、ちょっと薄めのカラーレンズっていうのが皆さんそういうのを選ばれることは多いんですけど、サングラスを探すと結構濃いレンズのものしか売ってなかったりするので、だったらもうお店でフレームを選んでそれをカラーレンズ好きな色に変えちゃおうっていうのができますので、今回はその中でいくつか紹介していきますので、どうぞチェックしてみてください。はい、ちなみになんですけど、カラーレンズこれ見てもらいたいんですけど、こんなに種類があります。こんな感じ で、これ以外にもお店のオリジナルカラーっていうのもあったりして、で今回はこのカトハチカラーっていう、ドナシ専用のカラーレンズを紹介させていただきます。はい、じゃあまずは一番手前のこの色ですね。はい、これがロリアンBL というカラーリングになります。これ見ての通りブルー系のカラーになりますね。で多分本当にここ何年か一番売れてるカラーレンズがこの正直ロリアン BL だと思うんですけど、それくらい人気のある薄めのブルーのライトカラーレンズになりますね。実際にかけてみます。こんな感じで、もはや定番のカラーレンズになっているんですけれども、春先にもってこいな感じの色合いになりますね。これがロリアン BL というカラーです。はい、で次はこちらですね。これはパルマ G というカラーレンズ、グリーン系のカラーになります。でこれも結構グリーン系のカラーなので、印象も柔らかくなりますし、見た時の感じもコントラストも柔らかくて使っていただきやすいカラーレンズになってますね。これはコニャック BL というブルー系のカラーになります。さっきのロリアン BL よりも青みがちょっと落ち着いていて、グレーに近い青になりますかね。こんな感じで、青がちょっと強いとちょっと遊びが強いんですけど、これくらいのブルー系だったら普通に使いやすい、服装とかも合わせやすいかなという感じになりますね。これは、マドリード B というカラーレンズになります。赤系ですかね、ちょっと赤っぽい感じですね。はい、こんな感じで色味が本当に今っぽい、ちょっと、攻めたカラーリングにはなりますけれども、かっこいいカラーレンズなんかないかなっていう方には、こういう、赤に近いカラーレンズをおすすめしてますね。はい、こんな感じです。これがマドリード B という色合いです。カナリア B という、ブラウン系ですけど、ちょっとイエローに近いブラウンになりますね。これも薄めのカラーレンズになりますね。こんな感じでブルーのグラデーションのサンタフェ BLH というカラーレンズになります。ブルーのグラデーションなので結構薄めになるんですけど、かけるとこんな感じですね。普通に使いやすいブルーのグラデーションになってます。はい、じゃあ次これですね。これはキール Y というイエロー系のカラーになります。イエローですね。薄めのイエローもこんな感じで
普通におしゃれに見えますね。明るい感じになるので夜で使っていただけるような、またファッション的に使っていただくってことは多いかもしれませんが、イエロー系のカラーもおすすめです。次はニース BL という色合いです。これはまあグレーとブルーの間ぐらい、まあブルーカラーにはなるんですけど、ほとんどグレーに近いブルーになります。薄い色合いですね。こんな感じですね。ちょっと薄めのサングラスにしたいっていう方は、あ、これいいねってなりますね。それくらい万人受けする薄めのライトカラーになります。また手メガネとカラーレンズの間ぐらいですか ね。これもやっぱ売れますね、すごく、はい。これもまたグラデーションでデトロイト、GH というカラーレンズになります。 GH はグリーンハーフですねっていう意味なので、グリーン系のグラデーションになります。これもすごいおしゃれなカラーリングかなと思います。僕はすごい好きですね、はい、ゴールドのフレームに入ってます。こんな感じで一番個人的におすすめカラーになります。グリーンのグラデーションデトロイト GH です。はい、これがカラーレンズのアイリッシュ S というカラーレンズになります。まあ、これもグレー系のカラーですね。こんな感じのグレー系のカラーです。まあ、これも目が見える、まあ、本当に少し色が入ってるかなっていう感じのカラーレンズになりますね。これはシェラン V というカラーレンズです。でこれはファンデーションカラーですかね。ちょっとこう少し、まあ、ピンクっぽい感じのカラーレンズになりますかね。まあ、でもかけるとそんなに男性女性関係なく使えるカラーリングになってます。こんな感じで、でも最後これは、まあ、ちょっと今紹介した中では少し濃いですけど、これはリュエージュ V という、まあバイオレット系のカラーですかね。まあ、グレーとバイオレットの間ぐらいのカラーレンズになってます。はい、まあ、これは目が見えるぐらいの、まあ、ちょっと薄すぎず濃すぎずぐらいのカラーレンズになります。これくらいでも全然ありかなと思います。でもちろん土入りのカラーレンズっていうのも対応してますので、詳しいお話スタッフに聞いてください。はい、本日はモンキーフリップロストの店長高橋がおすすめのアイテムを紹介させていただきました。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いいたします。それではまた。